第40回朝霞市民祭り祭火祭が8月4日から6日までの3日間開催されました。毎年約70万人が来場する朝霞市の一大イベント。メインとなる関8州よさこいフェスタは本州で初めて行われた鳴子祭りの祭典です。今回はそんな祭火祭をご紹介いたします。8月4日夕方5時から前夜祭がスタート。メインステージとなるマイタウン北朝霞ステージでは開会式が執り行われました。オープニングアクトでは武蔵越生高校和太鼓部青龍による迫力ある演奏が行われました。会場はメインステージのマイタウン北朝霞ステージに加え朝霞駅東口演舞場、朝霞駅南口演舞場の3カ所ございます。翌日からは2日間の門祭がスタート。こちらでは会場が北朝霞会場と朝霞会場の2つのエリアに分けられ、全6つのステージでよさこい踊りの演舞が行われます。参加チームは91組、小さなお子様から大ベテランの大人まで幅広い世代が一丸となって踊ります。他にも吹奏楽の演奏やダンスショーなどイベントは盛りだくさん。本祭2日目の最終日には夕方から最も良い踊りをしたチームを決めるグランドフィナーレがスタートします。会場は超満員。どのチームも熱く迫力ある踊りに自然と客席から手拍子や声援が聞こえてきます。全国各地から集まった強豪チームの踊りが見られるグランドフィナーレは祭火祭の目玉イベントです。以上、祭火祭のご紹介でした。来年の祭火祭の際にはぜひ朝霞市へ遊びに来てくださいね。